とも言えないね、そこに関しては。危ない。今日から俺も360を縦置きにしました。え、なんか違うの？ずっと僕は縦だよ。もうないよ、ディスク読み込み時に揺れると傷ついちゃうよ。はっ、もう傷ついハートブレイクだよ。もう壊れてたもんな、ほう。ライトニング、うん、あれ売れないもんね、さすがに。もう一つ半笑いや。でも削ってもらえんじゃないの。アプローチを再検討中よ。それ500円ぐらいして結局売りに行く。300円ぐらい。そうそう。毎度より。いらないけどね、確かにもうあれ。もう一回行こっか。あれ、ここやらなかったっけ。マジで見てたっけ。あ、でも乗り物あるな。ここか。乗り物あるじゃん。マジですか。雲だらけ。どんだけ雲多い。ちょっと乗り物に乗らないの。あ、あれ行っちゃったんだ。ここにあるじゃん、おうち。マップに乗ってるからさ、四角焼き込みやつ。仕事落としたよ。偉い。これ Q? Q だろ。 Q L と R で違う。 R が乗ってこられたら L が打ちすぎたらオーバーヒートになるから、ある程度控えめに。そうだからさ、多分これ違うよね。役がフワッツァ・ビクターみたいな。なんてやつだって、ビクターって言うのマルチを食べますって。ビクターが落としてくるんですけど、落としたらいいよ。落とすのに結構自分の持ってる。ビクター80なの。俺買ったんだからな。歌があって、え、歌ないよあれ。え、嘘、うん、いや、キングボンバー、キングボンバーキングの歌あるの。あると思うで。そうだ、歌詞自分で歌うんだね。え、歌はないよ。あったけどね。結構87はないよ。嘘、テーマ曲なかった。え、私もどうやろう。というわけでね、これをご覧の皆さん、戦ってますよ、こうやって。あ、うちらが守る。いい。地球イコールアメリカですよ。一番物議を醸してる。想像してご覧だよ、マジで。うん。非常にね、どこか。忘れた、あれは続けるから。それは言いなさいよ。私はね。私はね、言いたいことがあるんだよ。エイジは違うよ、エイジは違うよ。ヘッドオン、痛い。ラメジャーのを倒すには次の段階へ進むしかないぜ、兄弟。こう落ちてると思ったら何も痛ないだ。ちょっと残ってるよ、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 後ろからか。たまぎであったら、その分、敵キャラも多分、ちょっと長字の音だけだからたまんない。たまんないか。たまんない。やり慣れてないのがバレバレだね。そんな俺らでもアメリカを守ってます。アメリカって安いもんだ。そろそろ先に行こうぜ。結構見せてやってみようか。
ちゃうんだ、内緒だって。何黄色すぎる。黄色があるぞ、黄色。あ、オレンジだ、オレンジだ。何不審なのかい。玉切れなきゃないんで。いでいでいで。あ、超減ったぞ。それが俺の怒りだ。来たぞ。それが俺の怒りだ。気はいらないです。目的地に向かうよ。あっち？どこのとこ？ロボダッシュさえあればな。クォーターパウンダー食いすぎ。気持ち悪い。クォーターパウンダーまだ1回ぐらいしか食ったことない。どうやら崩壊でルートが塞がれてしまったようね。爆弾を仕掛けて道を切り開くしかないわ。ここでウィング選んで死にかけて。ウィングって飛べるやつだ。こんな穴蔵でどうやるんじゃん。爆弾、おお、はい、入れる。どうも入れない。そのトンネルを一掃して。うまくできてんな。先に進む前に巣も破壊していくのよ。この巣を破壊が大変なのに、この多分奥の方からやった方がいい。ここにまで知れる。あった。援護を任せろ。やった、セットできたよ。これはペースがいい。まあ、一番頑張ってるのは OP10 で OP10 にしてる。変えてきたね。時代に合わせてね。だからね、その時代が来るから。またアシストを頼む。ははははは、はこの日々だ。やる。こう爆弾設置しなくていいの？いや、そうだよね。いや、なんかこっちに壊れちゃってる。え？すごい。お前ってやつは忘れない。このアリ坂を。なんていうの、何も考えずに遊べるゲームはいいよね。考えていたのか、いろいろと。モンハンに慣れたゲームなんだけどな。セット完了。ほっ、あんなところに。ライトニング、残った敵を掃討しながら用水路の出口を目指して、次のウェイポイントへ向かうのよ。最後の敵俺だ。超いる。え、え？マリノアレが飛び抜いただけ。アリノファンの人は荷物はあれ多いな。緑の煙がもこもこ。この矢印通りだったんだね。アリ塚、いつも俺らアリ塚通る。うん。なんか実績が排除されない。よいしょ。こいつらぶつかったら破壊するよ。あれだ、最終的に実績ほとんど、実績の 90% がアリ塚関連なの、どうする。うん、アリ塚じゃない。もっともっとアリ塚。なかなかアリ塚。
アリスカブシンコで言ってたら、一番かけるって言ってた。ただ、ずーっと足してるだけっすよ。ひでえゲームをやらなかったもんじゃない。パチーン。行ってくれー。スパイク。ダメじゃダメ。おお。これなんてってこと？ポルトガルじゃもう付き合いもう長いな。お前はお前と出会ったのもこのアメリカだったな。ちょっとラベジャーだ。お前敵になってる。そんなことないでラベジャー。どうラベジャー？どうだった？いいラベジャー。あいつが単体でラベジャーな。来たぞあいつが。でかいの。そこで待機。ビルが壊れる。やった。ラカー水より報告。この輸送機は違うタイプの飛行ラベジャーを乗せている。スズメバチ、世界最強のスズメバチは日本なんだらしいぞ。え？スズメバチはあんまり強くないらしい。世界最強のスズメバチは日本の方が一番凶暴らしいけど。だからこいつは大したことない。ってことは、そのスズメバチを倒すミツバチ100匹が大丈夫か。それはブロックレスなんですけれども、日本人が100匹言えば勝てるわけだ。日本人100匹もいるんだ。ブロックレスが強いな。改めて思うことが。やつは強い。てか、スズメバチ死ななくね？そうね。撃たれ強いんだ。うん。ロケットなんて何本立ってたか分かんないよ。あ、カミカザアタックしてくる。誘導式じゃないのか。確かに先仕事いい。知らねえな。うん。あれ、ひょっとしてこの本体を、本館壊さないと、フラグ立たない。最悪単にバグと。死ななかったですね。忘れそうだ。ミステックが100だな。がっかりだよ。水中砲か、水中砲か。こんな時にもリロードを成功する俺ないくらいな。あー、辛い。車が転がった。タイヤが目の前で見切れてるみたいな。あー、飛行機穴っぽい。ああ、トンネルくぐった先の。超いいのもらっちゃいました。これはとにかくですね。
に来るの多すぎやん。はい、こっちだ。ちょっと風にぶぜだな、もう。風にぶぜだ。ぶぜいてる。ぶぜいてる。入った入った入った。角度角度。ああ、のけらにぶっ壊なきゃいけない。お、間違えた。入った入った入った。強い。打ち込むこの悲しい作業。ついついちゃうしみよ。地球を守るってことは生きていくってことさ。アメリカだな、地球だ。アメリカ防衛軍。ADF です。マイティーソーだ。あ、落ちてるよ。うん、倒した倒した。あ。ちょうど兄ちゃんがアメリカ行った時です。ここです。大事件。え、超ダメージ。え、どこ押すんちゅう。なんもドロップしねえでやんの。ああ、まだラベンジャーいるってこと。下？え？地下にいるってこと。そうなんでしょうか。かわいいキャラ系だな。赤い点は何だ。地下、うん、地下じゃねえ。でもチキチキいいよな。何やろ。地下か。地下に残ってたんだ。ここから戻っちゃうかもしれん。潜れまで。ああ、壁が。あ、じゃあこの先か。こうか。もう出るやん。うん、このガラスパリンで下に降りる。痛い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 。めっちゃラグ的に。どうしたんでいい？あれまだいい。優勝クラベジャー受け付発生。これ全部生でブログってんだ。ヒット数すげえこと間違いない。なんかいいのかな。あ、なんかあった。アリの弾頭が。一方その頃。死ね死ね。キロズが急に金網に銃撃ち始めて危ないんだけど。さすがね、ライトニング。集合ポイントへ進んで。はい。こいつら面白いな。屋根とか登りながら見て。あれ、川を登れない。兄ちゃん着いたの？うん。え、地下？うん。まあまあいいや。アップグレード。何も変わらんな。あ。その、職種に合ってない武器拾うな。それちょっとやめてほしいな。逆にね。じゃあ次の行きますよ。はいよ。足長って書いてあるけど。いいよ。足長おじさん。うん。まあ、あれなんですけどね。全部あれじゃねえか、お前。うん。落ちとして全部あれねえやろね。ラスボスありやろ。
避難はそれからよ。ラスボスの前にアリが出てきて、そのアリを倒すとアリが出てくる。で、あれでしょ、あの、このソフトを打った時に買い取りの担当者がアリーさんなんだよね。うん、有田さんでいいんじゃない。あ、おやじ、あるだけくれ。アリアリ、毎度アリ、そういうことか。こら、おまか。今の、多分ね、うん、回線切られてる。うん、レオネットじゃもう無理ですよ。どっちがいいんや、超迷う。もう安定して取るか選んどいた方がいいんやろ。ダンス、まあいいや。ちょっと難しい。やだ。タクティカル意味わかんないけどな。あの、本当にやめますかってハイにしたとき、普通にオープニング行ったときちょっとびっくりしたけど。外のがあんまパッとしないんだよな。トルーパーだな。安定しとかんと。あ、始めたゲーム、この野郎。ん？あと55秒。ちょっと待って。いや、大丈夫やろ。なんか仲間を強化する。タクチクス？うん。狩猟部みたいなレーダーが。あれだね、オンラインゲーだったらね、めっちゃ人気やろね、タクチクス。タクティクス1をお願いします。クソやなって言われる。タクティクスじゃねえやつ。うん、あとちょっと色変えようかな。何色がいいかな。さすがファランの色選びで失敗した男。もう青にはしないぞ。でもいいよ、ブルースワットですよ。ああ、あれだね、うん、ソルブレインだね。そうそう、シャイダーですね。じゃあ俺オレンジ。何で、何踏まえたんだ今まで。刺激。オッケー、ライトニング、先に進み、エリアを確保するのよ。ラジャー、ラジャー、最初は何にしたの。こいつを掃除のやつ。うん、あの、普通にクリアするまで標準を上げといた方が安定なのだったっていうか、武器が強い。一番ここバンカン強いぞ。楽しい。お、俺強いじゃん。まあでも、そっちの人がないんだね。あれって思ったら強いアリが出てくるだけじゃねえ。そうか、うん、ありがとう、ありがとうございます。エリアの安全を確認。これ何の次のウェイポイントを設置したら、敵を探してくれるだけなの。レンジャー51と一緒にランダーに向かって。ラジャー、左か。この色、緑の四角は何だろう。ん、乗り物でしょ。あ、これ、あー、もういいよ。本当に臭いぞ。誰も気にならないのか。臭いんだって。こら、ライト。え、給料上げてくれって言ってるよ。ライトニング、まずいわ。あ、来たよ。ずっと回避してきた巨大ラベじゃん。でっけえ。それが目の前のやつよ。なんだ。あ、壊された。インテルに警告を入れるわ。インテル、こいつについての情報を全てライトニングに伝えて。やろうとしているんだな。翻訳システムがオフライン。ラベジャーのやつらめ、今ここに大学生を集めてインターナショナルデータを翻訳してもらっているんだ。迅速に処理してみる。少し待ってくれ。了解。ライトニング、インテルが情報を集めている間、なるべくあれには手を出さないで。ああ、ナイト、俺タレット2つ出せる。相手をして欲しそうな連中がいるみたいよ。そのエリアを片付けて。インテル、できる限りの情報が今すぐ欲しいわ。急いで。ラジャーだ、オプス。
当に縮んでる。はい、もうレーダー見てみ、この真っ赤空。何列っていうか絶望しかねえな。こんな3人で戦わせるなよ。輸送機に似たもの、多関節であり、そうだ。こういう時とさ、あれなんだけど、アルマゲドンの映画のテーマ曲があるんだ。どうあいにしよう。いいよ、お前どうしよう。エンディングでそれ歌ってくれ。ラスボスで。聞こえてるぞ。うん。動画にそう。そうそう、やつは違う。白鷹さんだよ。これが白鷹さんだったんだ。白鷹。白鷹。白鷹。素の割りたまえ。おっとこんでしょ。雲には要注意よ。そのエリアに輸送機の反応も探知しているわ。あれ。おへそ。おへそってるよ。脱出も不可能。もういいですよ。壊れたロボットが本当になるの。中継もそうしたら増えないってことだよ。いや、わかんない。でも、わかってる割にじゃなくて、レーダーの反応がまじない。でも、広かった。早く開いて。ルワニとオートネーズ。マジで、早く開いてマジで。取った？何が？今2個取った。1個か。ほらそーっとねー。バカ、俺の回復ってどんじゃ切るんじゃねえか、俺がもう。え、ここにあるよ。ほら、ほら、ここに本当の回復ねえんだ。うん、あるよ、ここに。ここ取った？いや、ここにあるよ。もうラッドワニとキロスが取った。あいつも人の子死にたかね。相手が空いてる、空いてるんだけど、このキャスターマニーも掃除してる頃取ってて次が出てくるっていうね。ダメだ、体力ねえな。あいた。ああ、助けて。どこ？後ろ。どこ？いや、もう気を取ってもらってるから。じゃあここ予定通りこの十字色の緑十字を。逆にはこれ時計がある限りゲームオーバー見ようよ。でも時計がマイナス3ってことだから。あ、そういうことじゃないの。アリ掴むのか。あー、ありえるなぁ。でも飛行艇の方に出るし。はい、アリがめっちゃ飛んないやけど、この世界低いって言うと思って、俺のアリだ。開いてる、開いてる。ダメだ、これロケラン当たんねえ。あ、直撃できるのねえか。普通のマシンがね。
基本までいいな。はい。ラメじゃ全てをぶっ潰す。あ、ひゃひゃひゃ。超至近距離じゃ。お、弱っていくかっぽい。お、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 星の方も殺す。ドアに相当よくやったわ。残った奴らを片付けて。また入ってきたよ。どこ座ったよ。やべえな。どんだけこんなにうまくなるってことはロボットがちょっと失敗したんじゃねえか。うん。あ、これあれじゃん。ああ、ロボが待ち構えて。このゲームなんとかアーマーゲドンだって、うん、そういうことも、ね、よいしょ、さすがアメリカ人はアーマーゲドンが好きだったね。ね、ラストはアーマーゲドンがどうなるかだよね。ちょっと違う血が出されなかっただけでも上々だ。へへへ、蜂が蜂つねえな、しぶてえな。うわー、雲だ。あ、じゃあ、なにこれ。あ、なんか、ね、なんかついた。パチがなんか、なにパチ、なになにパチに噛まれたのかな。これ、なんかトレンジの、トレンジの。おぉ。けど、このゲームが楽しいんじゃなくて、誘われたのが稼いだんだったら、俺はだんまりだぜ。その主役に残るんですよ。着地ゾーンに戻って。え、ランダーがそちらに向かっているわ。ウェイポイントを表示。黄色い十字はアイテムマークだから。ライトニング隊、うん、そちらへ向かう。弱ねえと相当ね。そうだね。これ実名出したらやべえんだこれ。ピーってなる。ピーって。でも編集面倒くさいから多分垂れ流してる。うん。あれ取った？なんか取っといてよ。そう？あ、これも取らなきゃ。なんか辛い戦いになってくるな。もうちょっとね、なんかこう乗り物で、でかいやつでもでかいやつ戦わせてくれよって。マシンガン投げてくるよ。ないな。マシンガンが強いんだろうな、これ。どっちだ、どっちだ。横で、地球儀横で。あるの？横で、横で、横で。あ、終わった。クリアー。グレイト。一気にランク3に上がるのが急にきつくなったね。うん、OK よ。ちょっと待って、ポケットを持っちゃう。あ、チャプター1が終わった。お、見に来たっていいの。うん、見に来た。ライトニング、ランダーの中隊が工業区域で墜落したわ。ニューデトロイト。全ての墜落現場を確認することが。デトロイトホラーになっていくか。通信が不安定で、ま、落ちたランダーへのリンクが不可能なの。手動で応答モジュールを起動しないと診断ができないわ。ジョニー99って俺の。今はもう残ったランダー全てが必要よ。数機は回収可能なことを祈るわ。もし生き残ったパイロットがいたら、ランダーは乗り物じゃ、あのあれじゃないの、あの飛行機みたいな、ヘリみたいな。この地区が一番攻撃を受けているわ。まるで旧デトロイトみたい。旧デトロイトみたい。この任務にはデータ部隊も同行よ。本部に少しおねだりして戦車を投下してもらったから。ロケットランチャーとミサイルランチャー違いが分かんない。データは徒歩でついていくから。ロケットが誘導するのかな。ロケット基本しないよ、ミサイルがする。普通のゲーム的には ロケランの方がいいよね。だって誘導してお腹にあの弱点に当たんねえんだよ、起動。だからもう普通のマシンガンが一番安定するもん。全然武器何個か拾ってもまるで解放されてない気がするな。気のせい。あ、他のジョブのやついんじゃねえの。
あ、ちょっと待って。他のジョブでも。ああ、違った違った。見方が違うんだ。スナイパーライフルと。ないと色分けようぜ。何色がいい？赤と青、力の青と技の一号。え、分けるの？分けない。一緒にする？いいよ。黄色。じゃあ俺緑。え、聞いてた？当たりの言うこと聞いてた？黄色？聞いてたかい？黄色。黄色？ああ、こうやって改造していくんだね。工事現場の色みたいな。ああ、なんかいろいろ間違えてジェットの武器ばっかり買っちまった。おいちゃん、これ返金できないんですか？こいつはまずいことになってきたぜ。あ、ミサイルランチャー。あるじゃん。で、37分経った。とりあえず1時間収録したとは。ハッツン来るまで、もうハッツン来るまでこれ。いいよ。がスパホでもいいけど。いいわ、アントニング。最初の墜落現場のウェイポイントよ。注意して進んで。いや、これそこ売るでしょう、ね。これはなんか俺ショップ売れないかよ。ちょっと待って、ライジング。売るんやろな。あ、もうごめん、あれ売ったわ。え、何それ。うわー、なんか。敵と交戦し、除去した後に任務続行。タレットとかにキャパあんのか。いや、2機こちらに向かっている。監視部を突破し、地雷の方がいいのか。落ちました。また来たよ。もう入ってきた。あら、どうだ、この子も出ない。どうだ、人気来たよ。やるじゃない。本気すぎじゃない。結局ニュースでありたくないしなきゃいけないから。ちょっと役割こと全然できない。死刑なら今空いてるって二人とも言うだけだから。空いてる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 。え、いや、いける？あ、いけない、あ、いけるよ。おぉ、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 ちょっ。ちょい、ちょい。死んだ？いや、死んでるね。死んだ、ちゃんと死んだ。ライトいらないのかい？どこにあるんだい？この青い十字がそうだよ。本当かい？めっちゃ低空飛行して煽られてる。ラビジャー全て撃破。墜落現場への接近を許可するわ。ランダーの応答モジュールを起動して。うるせえな、お前とも。ちょっと前まで都会に
ったけど、もういいえ。ナイト君、ん、どこだい。多分ね、光ってるところがあるね。それ見れば、それがヒントだから。あ、ここ距離が出るからね。え、何しなきゃいけないの。ここでスイッチ押すの。早く押して、早く押しなさいよ。もうしちゃったよ。データ受信中。このランダーは修復不能よ。そればっかりなの。まともに乗れた試しないよ。うん、あれ、俺黄色くねえな。俺黄色選んだ。自爆シーケンスとアトラクター信号を受信よ。俺バカこれ。うん、あ、ライトニング、このウェイポイントへ向かって。逃げるぞ。地面から入ってくるっておかしくね。ゲームセンターでなんかすげえゲームやってるかっていうかも。なんかすげえワクワク。そういうことじゃねえかな、ゲームって。すごい。まとめる気だな。もうエンジンで入る。黄色い矢印は遥か遠くだ。来たぞ。覚えたら引き続けるんです。今なんだな。ここうわ、地面から湧いた。もう湧いた。ここ渡っていくんだ普通に。ちょっとびっくりしたよ。そうそうそう。ちょっと見たら100ティクスだからさ、最後の成績になってるけど、うち置いた武器が何点かが出てくればっていう。それ俺が手抜いてるのバレるじゃん。うん、床も360、2000点、うち1980点が入ってる。ライトニング、すべてのラベジャーを撃破しクルーを守って。 EDF に守れません。彼らは必要よ。必要なのよ。超ビルにありがいるというのに手筋がどっちするな。ただもうこの部分やと体が痒くなってくる。愛の飛び方がみやびやん。みやび。マリトサビですぞ。俺のプレゼントがあったらクンってなった。うわー、赤い塊。うわあるのかしら。でも鉄棒でこんな、なんでお母さんしか食わないみたいな。鉄棒でこんな。ポップコーンかピザかハンバーガー。いいじゃないか。でもコーラ飲みたいから。今20ドルでコーラを飲む。美しい青い星を。青くねえな、このとこ。ブルーハワイ。お、マブルーハワイ好きよ。お、私このブルーハワイ好きよ。嫌いじゃないの。嫌いじゃないのよ。ライトニング、データにないラベジャーが接近中よ。
え、ま、インテル、これが見える？何？俺はボンバースパイダーだ。ボンバースパイダー。あ、出た、ボンバースパイダー。はい。うぅ、急にクソゲーを感じたと乗れてる。ラジャー、インテル。聞こえた？ライトニング。了解した。たくさん撃つようにだな。ラジャあ、死んでるわ、本当に。興味あるやつ、ルーユーキ。本当に？惜しかった。撃ち放題だからな。では、この置いてある。わかんねえ。防御力が2倍あったから。レーダー、どういうことだって。うわ、クオポイントへ向かい、次の指示を待って。ラジェ。いい。いい。このクソエモ、熱い健康的なマラソンに乗れるのは何やってんだ。ありだな。地球。守る。守る。俺、地球守る。姉ちゃん壊したね。スナイパーライフル全然使ってねえけど、意味あんのかな。俺もスナイパーライフル拾った。48本、次のミッションがラストミッションかな。次ですね、タイトルが捕食ですよ。あら、グロシーンだな。うん、ナイトナイトロイスの次。ちょっと待って、今度こそ。ライトニング、2つ目の墜落現場の座標を特定したわ。現在地に近いけど、油断しないで。デトロイト。そうだよ。そのエリアに新しいタイプのラビジャーがいると報告が入っているわ。それは工業なの。経過して。ミッション捕食。このゲームはこう山田のよもやま話とかをバックミュージックやるとすげえ楽しそうだよ。うん。違うんですよ。ロケットランチャー兄ちゃん使ってんの？これロケラン。もうまっすぐ撃てるからこれでいいやと思って。あ、じゃあ俺。誘導性が高いと、上に向かって、キャッチに行ったらなんか斜めに刺さってから、なんかうまく直撃しないんだよ。まっすぐこう下から打ち上げたいんで。いや、いいや、ちょっとこっちの普通の。レベルノーマルだと、レベル5までの武器しか出ないんだって。モンハンみたいだね。レア度5。買いかよ。でもまあ、そうかい、そうあり？でも欲しいの、今欲しいの、レベル3だからね。おぉ。だって2ばっかりだもん。まあ、空飛べるやつは青くしたくなるよな、なんかイメージ的にな。しかし俺は、もう今度お前緑か。最高。黄色、今度こそ黄色したんだけど。前の横、緑なんですよ。なんかね、少しずつ変えられていくのよ。ウェイポイントアクティブ、移動開始。ラビジャーに遭遇したら必ず破壊よ。ひどいこと言うな。うわぁ、時代をセットした。まっすぐ行ったらいいんだね。早い。兄ちゃん、なんだかんだずっと好きになってる。いや、やっぱタレット、タレットだよ。ホールゲーム、俺のゲーム上タレットを最強説。他のゲームでもタレット、タレット、垂れ流しが一番。あー！いきなりラスボスだよ。
ょう。衝撃の展開やったな。死にかからないと。いや、普通の遊び取れて一番不思議です。ちょっと場合によるじゃん。もうグレネードなんか、5、6個一品に負け散らすなんかグレネードなんか相当強かった。もうランク2レベル4ぐらい。まだ4か。まだ俺、2、1ランク2だからな。あのやつでいいランクも出てるじゃん。いや、これ周回プレイでもう一回同じミッションやってこう集め直したりするんじゃないかな。もともと地球上にも何じゃなかったっけ。山田がメガプレイと同じ高効率いいんですよね。山田がやらねえですけど、山田防衛軍、防衛軍今やっぱ何を防衛してるんだい。なんだろうね、車検射程じゃないわ。何の場所で限るの。はい、敵が出るかもしれない。なんか見晴らしい方が多分敵に。あとは建物の上のアイテムとかあるしね。何があっても残るように設計されているはずよ。埋まってたりとか上に乗ったりで雲が。うわ、大量のお出迎えだもん。発分から何中って書いてある。ある中って書いてある。ほらどこ中だよ、みたいな。今、実績初心者に書いてくれましたよ。あと、ここまでの値がない。よし。死んだら言ってた。それも早いわね。ものすごいスピードで大きな物体が作戦地域に向かっているわ。気をつけて。インテル、聞こえる？何？えっ？あんまり見たことない。カマキリのようだな。ちょっと何やねん、何やねん、いろいろ。巨大な金属製ときた。それしかないの、インテル。他には？それだけだ。最新の注意で臨んで、あれは倒したいけど、あなたには生きたままでいてほしい。インテル、ライトニングのヘルメットカメラからできるだけ情報を集めて。コードネームは何だね。ちょっと、こいつモンハンになると、モンハンになってきたな。放電はねえかな。あんま聞いてるのが聞けないと分かんない。どこ狙えばいいかもよく分かんない。あ、死ぬわ。めっちゃめっちゃ向かいだわ。うわぁ、ジャンプしてきたぞ。そうよ、そうよ、そこよ。黄色い初心者だから。そういうこと。上出来のライトニング、この映像を解析を今すぐに。弱いんじゃない、ライトニング。遅いけど、一通りの応急処置を行える分の呼吸透過を要請したわ。しばし待機して。処刑前へ。何も残っちゃいんだ。あれ、煙あそこやん、逆じゃん。
意外とカマキリ弱かった。うん、体力しかどこを狙っていいのか分からなかったけど。お、兄ちゃん、今度こそアイテムがあるよ。用意はいい？ライトニング、ラベジャーが来たわ。地上上空両方よ。うわー、スパイダーと輸送機のようね。いつも通りよ、全て破壊せよ。上からも来てるぞ、この猛攻撃。いや、逃げ。猛攻撃。せめて、セルフォールを取って。キロを最近かかってないと思う。何地獄やった。帰ったの9時なんやけど。車を置いて帰るよ。あったかいな、急走と。グイ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 。会社の人一緒、すごい勢いで帰ってったからに、ね。祭りだ、祭りだ。祭りがあるから帰るわ。渋滞に巻き込まれたくないです。時にこう浴衣とかそういうの着て祭りっぽいの見ると悲しくなってくるんだよ。俺も行きたいと。俺は地球を守らんねんって言ってねえからよ。何時間もじゃあそう。しかもちょっと雰囲気がいいんだけど、女の子と連れてみますか。ガッガッガッマイガッ。I got the BD。 ありがとう BD。 パラパラパラ。あと買った？え？もちろん俺たちは戦ってるアメリカに来てるんですよ。今デトロイトにいるか。デトロイトの宮崎さん今入ったのか。聞こえません、聞こえませんでした。何が時間あったでしょ、渋滞待ち。モヤモヤするような話やった。今回のテーマはプリキュアです。あ、あのね、プログラムってねえな。そんなあんの？え、ない？大概なんか催し物？いや、ない、ない。ミラクルナーズが仕掛けはネタ、ネタで。ネタの方向じゃん。やったもん勝ち。行ったもん勝ちだから。とりあえずこれは何やったもん勝ちやから。あと、みんなも煙でようわな。その必要はメッセージないくらいで、はい、何し終わったらモンハンに行くわ。送迎できたのかやろから。ムークのクエストはギルドマスターのおっちゃんがくれるらしい。やってないの？やってないよ。またやったよ。意外一番早くなるとしっけ一気に卵取ってこい。連続クエ、いや、3、4回、連続クエ、そうだね、これやったらアイテムが増えるから。連続クエの意味が分かりません。バツといて、バツといて言いに行こうかな。分かりました。そう、買ってきました。落ちないよ。落ちない。意外とね、打たれ強い時に打たれ強い。車の中でみんなやったらラジオ聞きよったら
花火大会の落とし物情報がずっと流れる。いろいろって。そうそう。メガネの白いメガネの中入ってますよ。面白いだった。いやあと。いい方してましたよ。アイルの落とし物みたいな。こんがりに落とし物。電気おおモンハンじゃん、でかい重さ2匹並べ、生き物じゃねえだろお前。じゃあね、つけてよこれ。じゃあ無駄かっこいい。これが2000円だったらちっちゃいやん。これどこから売ってんだな。ワゴン並ぶだろうと思ってたんだけど、並ばねえや。このカマキリジャンプするから、痛い。僕目には目しか狙えない。目だ、目を狙え。目だ。この道当たへんで。うわ。なんでこれ俺狙いなの？俺が今こういうとこいるからじゃない。やっと今やってきたけど。今もう今までいなかった。メリカ版だから。あ、メリカ版。やった。武器がない。もう。飛び越えれるかなと思ったらね、飛び越えられませんでしたね。自分の限界を知りまして、ニコ。あっしやここに入った。そう。飛び越えてみてろ。全然なんだもん。ハミコン思い出して、絶対ハミコンだったらできる。うん。後ろの方が強いんですよ。だって山田伊勢やからね。アニズカでもあんの。どうやろう、微妙やね。ハイレーダーなんだ。さすがね、ライトニング。集合ポイントへ進んで。ラジャードークス、ライトニング、出る。たく、絶対給料上げてもらうからな。どんだけ給料上げてもらえんの。これで時給600円ぐらいじゃない。時給を守るのにですか。うん。時給が。あ、終わった。時給だよ。あら。リアリティ。うん。え、それ以上もらってんの？あ、あれ、俺と違うって。俺お前って。急に黙るやつ。明細を見せなくなる。うん、そうそう。あ、俺今日じゃねえから。一生一生。